はい、それでは後付け実況やっていこうと思います。こちらのデッキは、芝生緩急剣デッキ、相手のデッキは、粒力モリモリの、僕6代用デッキ。こちら最大武力が6しかないタイプのデッキなので、ガクチンのギブを打てるまでの状態がかなり厳しいという感じ。開幕将軍で来られるとかなりきついんで、こちらも将軍を入れております。開幕はお互いに広く構える形。これはまあ相手が横一列でベッセターって来られるときついと思っていたので、こちらもこの形を取りました。案の定一番きついの来ましたね。でここですが、内乱を取られないようにと思って芝生を上げてるんですが、むしろちょっと相手の制圧力的に内乱はないですね。で相手は将軍の方、増援工場、こちらと同じ形の将軍、いやこちらは増援式か。相手の将軍に対してこちらも将軍の方式増援、そうですね、ここはおそらく開幕で打つことになると踏んで、ガクチンが早めに打てるようにと思い式での方を入れたのかなと。その時の自分は多分そう考えたんじゃないかなと思います。で式さんと同時にガクチンを発動。なんだこの匂いは。このあれですよね、あのこれ言っていいのかな、あのこの SR 光純の撤退セリフのこのなんだこの匂いはってやつ聞くたびに、あのですね、あの童貞チンポコ先生っていうボイスドラマを連想してしまうんですけど、うん、あのこの話はあの各自検索してください。童貞チンポコ先生で、あまりね、襲撃がつけたいんでね。というところで、こちら相手の部隊を一通り撃破して、で相手の撤退がほとんどの部隊が同時の撤退の形を取れたので、しばらくはこちらのターンが取れそうという形で、ガクチンが右一発、満潮も一発取れそうと思っ取れそうかな。で満潮が張り付いてガクチン一発で、内乱一発、満潮一発で、これで先ほど殴られた分のリードをほとんど帳消しにはできましたね。ただこちらは、芝生が緩急剣が若干消耗している。ガクチンは消耗していても回復速度が上がっているので戦線復帰が早めに取れる。でここ内乱取れるかどうかだけど、ギリギリのところで止められてしまう。で相手は、ラインを上げて僕六大王蛮族の大号令、これの上昇値がかなり高めなのですが、 こちらは、芝生で対応、ここ連環で牛歩の刑で対応すると全員朝出しされるとかなり厳しい形になりそうだったので、武力上昇値で対応するという形でしょうか。で相手の最大が武力14に対して、こちらはガクチンの武力15を持っているので、ガクチンをダメージソースにしていけるとかなり美味しいという形で、ガクチンの突撃で、各部隊撃破取っていくものの、復活時間がマイナス20秒になりました。僕6大王なので、次攻め上がる頃には部隊生き返っているので、かなり強い計略になったかなと思いますね、僕6大王で。ここは、兵力に余裕のある部隊でちょっとでも塗りを進めていこうという感じですね。相手のデッキは塗り返しがかなり厳しいタイプのデッキなので、がっつり色を塗り替えてしまえばほぼ確実に内乱は取れるという感じでしょうか。でここは内乱を一発取って逆転。
相手は、部隊をまとめて前へ進めて蛮族の大号令こちらは先ほどのルーチンと同じようにしばしを発動効果時間はこちらの方が上なので引き意味に守っていけば先に相手の号令が切れる形になって守りきれそうという判断です。ただ相手の素武力が高く武力上昇値も高いのでここはだいぶ張り付かれる形になりましたね。僕六大王が、主効果が向上なので急いで止めに行きたいところが、主効果向上によってでかい一発が入ってしまいます。なんだこの匂いは。この一撃を取り返すとなると結構こちらもがっつり張り付きに行かないと厳しそう。内乱一発だとギリギリ届かないでしょう。でこちらはまず内乱を取りに行って、ガクチンで一番足の速いガクチンを貼り付けることによって相手が攻勢を回復させる余裕をなるべくなら省きたいという感じで、こちらは相手が城から出てくる前にしばふでメッシの号令、相手は城から出すと同時に悪逆無道、これは、接触ダメージ、そうですね、先にシバフを打っていたことによって接触ダメージを大きく与えることができたので後世にダメージを入れられてこのまま落城勝ちという感じです。でここまで見ていただいてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。気を抜いてはなりません。
獲物はどこだ。この手に2つ目働きで前線を立て直す。前線を立て直す。俺は良かれと思って。敵が多いほど燃えるってもんだ。まだ天下は混沌の価値、気を抜いてはなりません。